いらっしゃいませ。実報屋、こんにちは。どんな薬が服用の際はくれぐれもお気をつけください。山場を越えると視界が開けるってこういうことなんだ。ここまで連れてきてくれてありがとう。よし、さらなる高みへ挑戦だ。いらっしゃいませ。実報薬局へよ。こんにちは。どんな薬が必要ですか？服用の際はくれぐれもお気をつけください。
者さん。私です、開始ですよ。前の件以降やはり。それで、でも少し待つ。そうしたら学者たち、この灯籠、それととてもチリンタランジュも、しかし僕としたことが。脅迫者？そうか。なんかところでおかしいな、チリンタ、そんなの知らない。でも多分、たとえ異種族でもチリンタランジュの住む、こんな暗い場所だし、たとえ作られた月光でも、うん、もう一人じゃないから。
霧はいつも君の。さて、中身はと。よっ、行くぜ。私の出番かしら。何事も素早く、いい心がけよ。
力使わせてもらう。これも音の力だ。行く。原始締めるわよ。これで私が諦めるという服従を弱者の証。これでおしまい。油断した。クリオ退散。
一度運が舞い込めばきっとすごいことになるよ。こっち、やっと来たね。あれ、なんかちっこいのを拾ったって聞いたけど、どこ？わからない。お、温根から出てきた。いい匂い。北楽野原の時も今みたいにこうビュって出たってこと？はい、あの時残像と戦っている最中に彫像から感じた強い力の揺らぎ、対峙した2つの力ですが、その後検査の結果分かったのはですが、脅迫者さんから略士が出した血、それに対して脅迫者さんの体この子が吸収。そうですね、つまり幸いこの子は単独で活動できません。待て待て待て、情報量多すぎ。つまりこのちっこいのが一緒に面識を倒したってこと？本当かな？こんなちっこいなのどこにあんなデカブツと戦える力が？我実はすごいんだぞ。いや違った、我は検査をやったあの冷たい女もびっくりしてたな。我は涙。確かに少し大げさかもしれませんね。
暴竜以外の国ではもっと知能が高い恩外も存在していて、しかしそれは希少な事例で、私そしてことはこいつのことが分かれば同じような恩外をもっと見つけられるかも。それでお前どこで漂白者に吸収されたかは覚えてるか？え、そんなの知ったこっちゃ。いや、そんなのこいつに聞けばいいじゃん。そこで堂々としてどうすんだよ。でも恩返は召喚された後のことしか記憶できませんよね。話のわかるやつがいたな。同じことをあの緑の仏頂面にも聞かれたけど、北楽野原よりも前のことは一切記憶にないんだ。多分こいつの体の中でずっと眠ってたからな。眠ってる間のことは分からなくても仕方ないだろ。眠ってた？あんないろんなことが起きてあんないっぱい戦ってたのに何も聞こえてなかったの？それもあんな長い間？ぐっすり寝すぎだろう。プライバシーは重要だもんな。わかるわかる。安心しろよ。お前の体の中は妙に心地いいんだ。中に入ったら一瞬で眠くなって何も聞こえなくなる。厄介なのはいつ目が覚めて外に出れるのかわからないことだな。それに外に出てもすぐ腹が減って眠くなって、それでまた中に戻っちゃう。やっぱり腹が減ってるのが全ての原因だ。以前急に現れてすぐ消えたのはそれが原因だったのですね。確かに恩返はそっか、いろいろと普通の恩となると名前もまだないってことだよな。名前？何それ？そのものの呼び方、つまりあなたをどう呼ぶかと。誰の名前？全然覚えてない。ダメだそれは。他のやつにはあるのに我だけないのは嫌だ。何がちびっこだ、適当すぎる。お前が言うような特徴も威厳もないじゃないか。そうだ、名前をつけてくれ。代わりに食べ物を分けて。ああもうなかった。じゃあさ、今度うまいものがあれば取っといてやるから、とにかく我に名前をつけてくれないか。名前を？そう、今だ。だって変な名前。名前がないの？そうそう、もちろん。もっと覇気があって。とそれもそ、絶対やだ。なんだその安直。はぁ、やだやだやだ。そうってなんだよ。そうか。漂白者がきっといい。まさかお前短いし。ずっと黙ってる。アブ。え？な？アブ。決めた。アブはいい。アブに決めた。せっかく漂白者が、とにかく今。わかったわ。最初はチビでも。でしたらアブは特別な力を持って。なんであんたはそこで。じゃあ。ははしょうがないな。見せて。見るがよい。なんで？これはなしだ。漂白者の前に我は、つまりそんな言い方な。言っただろ、我はずっと眠ってて何も。だから特に何かしようとしたわけじゃないんだ。ということは
アブの能力は自分の意思で発動すること一理あるな。おい、そこまで言わなくて適当に防いだだけであんななんだぞ。だからこれから危ないって感じた時は一義だね。もちろんだ、我はとても。これでまた振り出しに戻りましたね。あなたとアブの関係は謎に満ちて、最初は未来を見通す力を持っている。そして名式が起こした危機が去った今。心配しない、心配しない。しかし未来を見通すか、どんなやつなんだ、どこで会える。最初は私たちを守ってくれる。しかしまた食べ物の。仕方ないだろ。脅迫者、聞こえたか今の音。もう腹が減って腹が減って。な、この前ヤンヤンとシカと一緒に行ったあの店に行かないか。あの味が。こっ、あん、うん、うめー。おいおい、何ぼーっとしてんだよ。うまいもんがこんなに並んでるんだぞ。もしかして食欲ないのか。食べないなら我が全部食べちゃうぞ。なあ、一日中こんな調子でいるつもりか。確か最初の夢、それも彫像のとこで思い出したのと同じやつ。そうそう、最初がビューって飛んで、そこには残像がいっぱいいた。でもやり方は確か、なんだっけ、あそこの、そう、山全体の時間の流れが、つまり時間を歪ませ、区域内外居住地と残像を分断することで中に。けどなぜか夢の中の自分は結界の影響を受ける。お前は我の友達だぞ。夢に出てきた山の名前なんだっけ。上昇山、多分妻子がそう言っていた。上昇山。お兄さん、上昇山を知らないのかい。さてなんだなんだ、上昇山を知ってるのか。何？恩返が喋った。喋る恩返は確かに稀だが、そこは確か外国のどこかですごい恩返がたくさんいると聞いたことがある。お兄さんは外の人間なら知らないのも無理はない。伝説によると、かの上昇山こそ本州で最も古い場所。いや、しかし俺は生まれてこの方、そこにたどり着いた者の話を聞いたことがない。山へ行こうとした者は皆皆無に迷ったのか、二度と帰らなかったそうだ。興味があるなら南東へ向かえたい。延長の沼の東の南東か。ここ数日、特に今朝、南東の方角から妙な匂いがしたんだ。とんでもなく強い周波数エナジーの匂い。お前の言った時間が遅くなるっての、お前そこに行くつもりなのか。記憶の中で俺は妻子と会った。その場所は上昇山かもしれない。今この瞬間も何かを探さないといけないような気がする。まるで、そういえば変態で今週でも今のところ変。じゃあまずはそこに行ってみるか。何か裏がありそうだけど。アブ、また寝るの？少し寝る。大丈夫、ちゃんと聞いてるから。何かあったら読んで。
漂白者、どうしましたか？レイン様は上昇山に向かわれました。レイン様とはここ数日。はい。ですが今週は名式との戦い、以前スカウを審問した際、実はその時レイン、本当に採取がそのような状況に置かれている、あるいそこでレイン様は採取の安否を確認すべく、さっそれが名式の復活に際した今週のため、そして採取のためを思い、おひとレイン様に信頼されたあなた様であれば止めることなどいた、それでも上昇山への道は危険を極めます。今は延長の沼近くの私、まずそちらに行ってみてはいかがでしょうか。あの方のレイン様の決断を信じています。だから私はただ与えられた命に従えばいい。でも最後に聞いたレイン様のお声、アキレイン様、どうか拳で、あなた様もどうかお気をつけください。私場の位置はデバイスに転送しました。レイン様をどうかよろしくお願いします。あ、そういえばあの妙な匂い結構うまそうだけど、腹は減ってないけど眠いんだよ。なんか食べた？まあ危なくなったら我は目が、お前を傷つけるやつ、我はずっと眠って。まずは私場に行こう。上昇山の現状についてあの案内人に聞けるはず。